はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト10バージョンを続きやっていきたいと思います。ボッコさんね、魔族になっちゃいましてね、まあ死にかけてたところをね、魔族の人の血をもらったんかな。それで、まあ、こうなったんですけど、戻ることはできるみたいですよね。だけど、それには魔戦鏡って人に会わなくちゃないかな。人なんか、何なんか、魔戦鏡とか言われてる人がいるらしいですけどね。まあ、人なんか、どうなのか、わかりませんけど、本当に。それで、この2箇所光ってるんですけど、まあ、どっちからでもいいって言ったんで、前回たまたまここのアビス、何したの？ん？待って、俺の許可なしに通ってはならん。もし通りたくば俺に話しかけろ。なんだ。この先はバルディスタ要塞だ。どうした平和そうな旅人、迷子にでもなったか？ほう、その軟弱そうな外見でバルディスタに行きたいというのか？ガッハッハ、面白い冗談だ。何？本気で行くつもりだと？バカを言え、生まれなかったやつが我が国で生きていけるとはとても思えん。バルディスタでは力こそが全て。暴力と流血が日常の国へ。弱き者はすぐに腐った死体の仲間入りだ。それでも行きたいというのなら、バルディスタに行っても問題ないと証明すべく、お前の力を示してみろ。そうだな。ゲルヘナ原野に住まう一角ウサギ今日は、敵対した相手の強さに応じてその強の行動をより固くさせると言われておる。故に一角ウサギ今日が落とす厳重の強を持ってこい。お前がどれだけ弱いかわかるだろう。はい。ああ !610! 冗談のつもりだったが本当にやるのか。ガッハッハ、死んでも俺は知らんぞ。魔物の餌にならないの気をつけんだな。610ってことは、ちょっと待ってよ。あー、609と610か。ってことは、ここも行っていいんだよね。なんだけど、ここあんだよ。どうすかな。デスマスターなりたいな。まあ次回ちょっとなってみようか。それどっちも行かなくちゃないんだろうな。結局はアリカクサギいたよね、どっかに。あのギガンテ強かったからな。アリカクサギはあ、いた。これ元の世界に戻ったらなんかあんのかな。あ、逃げてった。源氏の角なんだけど、一回戻ってみる？ああ、こんなん使ってる人いたんだよね、バージョン4やってる時。まあ5を当てる人でしょうけどね。姿が。特に何もないのか。お帰りとかも言われないね。どうした日和そうな旅人。やはり一角ウサギ今日の角は持ってこれなかったんだろ。いや、持ってきたよ。お、本当に一角ウサギ今日の角を取ってきたというのか。どれどれ。か、硬い。これほど硬い一角ウサギの今日の角は、初めてだ。ということは、これまでのご無礼、失礼しました。それほどまでにお強いとは、つゆ知らず、どうぞお通りくださいませ。お、やった。私たちの国は、堅牢な壁に囲まれた城塞都市。メルキドかって話だよね。それゆえにバルディスタ要塞という名で呼ばれております。あなた様の強さは恐れ入りました。ですがバルディスタ要塞の恐ろしい国、くれぐれもお気をつけくださいませ。さて、そこに行って、また多分クエスト増えんだろうな。どうなんだろうな。やっぱ順番。困ったな。あー、
なんか歩いてんな、あれ。なんだあれ。バルディスタ要塞ってとこまでとりあえず行こうか。これ、しましまキャットか。フリズニアンか。フリズニアンだね。なんか光って見えるからわかんないよね。じゃあちょっとそこまで行ってみよう。で、多分、何かしらあるんでしょうね。それで、まあもう一箇所のゼクレス、なんたら、行かなくちゃないだろうから、そこ行くときにデスマスターとかやろうか。あと他のクエストもなんかあるみたいだから、ちょっと埋めたいんですよね。ボッコさん多分上がるよ、そのうち。あ、いたずらモグラがいた。だよね。あ、逃げてった。あれは、まあ、普通のだろう。あ、ですよね。ドラゴンソルジャー。と、待て、今何かいたぞ。大口橋だね。うん。面白いな。なんか、会ったことあるモンスターって全部今日だからね。まあ一応新モンスター扱いだよね。あ、宝があるじゃん。まあこれを合わせられるやつだ、竜の守りはね。さて、新マップはいいね。新鮮でね。全然知らないからね。まあ今までのとこも全然知らないとこを回ってたからあんま変わんないんだけどね。ただ魔界ってのはまあなんだろう、新しいなんかボイスも追加されたし、一応拾い物は拾っていこうか。なんかたまに変わったの起こってるんで。で112になったら、まあ、バトバスね、多分ね、あと54万か。まあ、112以上上がんないから、まあ、そのデスマスターだっけ？それになりたいんだよね。なればまたレベル上がるだろうから、なんだこれ。バルディスタ、ブラニック鉱石場、ターボル渓谷、ゲルヘナ、まあ、あそこ行け、ここ行けって言うんだろうな。まあ、まだレベル上がんないだろうから、ちょっと先進んでいいかな。ちょっと今回ね、ちょっと手つけちゃったんで、メインストーリーみたいな感じで、610番だったから、590番とか95番とかで、バージョン4なのか5なのかわかんないからね、一応置いといたんだけど、590番、ん ?90 番ぐらいかな。それがなんかバージョン4のなんか最後っぽいような感じだったんで、おお。ドラクエ3の音楽？ここはバルディスタ要塞。
お前に瀕死の傷を負わせたというあの魔王バレリアが統治している国だ。あの人か、バレリアって魔王なんだね。すでにバレリアの強さはその体で味わったと思うが、あいつは戦場での指揮や判断力にも長けていてな、どんな不利な戦も勝ち戦にしてしまう。その圧倒的な強さから敵軍の兵士たちからは死を運ぶ氷の魔女と恐れられているのさ。一筋縄ではいかないだろうが、何とかして階段を取り付けるぞ。それじゃあ早速城へ向かおう。お前らバレリア様のご帰還だぞ。どうやら噂通り教育が行き届いているようだな。よし、こいつは絶好のチャンスだ。ちょっと話しかけてみようぜ。覚悟しろ、バルディスタの魔女め。バレリア様、ザムール王国を覚えているか。いや、知らんな。私は貴様の率いる軍に一夜で滅ぼされたザムール王国の王子、ダルジャムールだ。祖国の名誉にかけて貴様を殺す。うつけめ、比嘉の力量差すら推し量れぬから貴様の国は滅んだのだ。とても気軽に話しかけられる雰囲気じゃなくなっちまったな。あいつらはどうやら城へ向かったようだ。俺たちも向かうぞ。さて、増えたな。599、610番だったよね。ってことはバルディスタ要塞にいるスライムベースのイザベースか、何か困っているようだ。598、バルディスタ要塞の道具屋にいる魔女の女性ボイヤーが何か困っているようだ。もう一個の方が、もっと浅い感じなんかな。ちょっとここら辺受けてみようかね。さて、ちょっとそのこれはこれで困るんだよな。ここはバルディスタ要塞、魔王バレリア様が治める堅牢かつ強大な要塞都市である。バレリア様は城に戻られた。これ以上不届き者を近づけさせんよう我らも気を引き締めなければならん。貴様らも城の方には近づくんじゃないぞ。怪しいそぶりを見せたら即刻牢屋へぶち込むからな。まあ魔界は物騒ですね。さてスライムベースがどうとかってね、あれか。はい、まああなたとっても強そうな魔族様でしゅね。私実は今とっても困っていますし、友達のスライムのスライド君が柄の悪い奴らに連れて行かれてしまったのでしゅ。非力で貧弱なスライムがこの町で生きていくのは結構大変なのでしゅ。どうか助けてほしいのでしゅ。ということです。
ありがとうなのでしゅ。さすが強そうな魔族様は違います。ヒューヒューでしゅ。ストライド君はバルディア山岳地帯の南にあるリシーの洞窟に連れて行かれたのでしゅ。私は怖くてとても追いかけるのは無理です。助けてあげてください、強そうな魔族様。やってやろうぜ。そうだね。もう全部消化しちゃおう。これともう一人。あ、これか。臨戦クエストかな。まあちょっと力試しだね。お、これだ。いやん、どうしましょう。私としたことが材料の準備をしくじるなんて、このままじゃ最悪死人が出ちゃうかも。あら、うふふ、ずいぶん可愛いお客様ね。あれ違うのこれ。私はバルディスタの軍医、ロア先生の助手、ボイヤというのよろしくね。あなたこの辺りじゃ見ない顔ね。ちょうどいいわ、少し頼まれてくれる？ロア先生から頼まれて大急ぎで調合しないといけない薬があるんだけど、材料が足りないの、調達を手伝ってくれない？はい。ありがとう、助かるわ。調達してきてほしいのは、マカブト草という植物の根っこよ。バルディア山岳地帯の北西に生えているわ。根っこごと優しく丁寧に引っこ抜いてね。マカブト草の根っこを取ってきたら、私の元へ戻ってきて。私はその間に調合の準備を進めるからお願いね。よし、二つやってしまいましょうか。リシーの洞窟と、あとは、北西がどうとかって言ったね。今言ったよね、そうやってね。それで、まあ、いいか。ん？魔界の住人なの、この人も。あ、みたいだね。じゃあ、その二つをとりあえずやっちゃいます。結構中途半端なんで。バルディスタクエスト。リシーの洞窟と、マゲント市ゴーラの後、まあいいや、あっち左上先行くか。ここ、なんだ？ここは鉄血と暴力の国バルディスタ要塞だ。てめえみてえなぼーっとした面のやつが来るところじゃねえぞ。まず顔で決められんのかい。ここ関係ないんかな。降りれるかな。勢い余って来てみたけど。お、ヤッシブ、え、しゃ、違うな。シャシブ。ウホホホホ、はい。ウホホホホ、え、いえ。ウホホホ、何でかわからない。ザイモン。最近医療物資から毒薬が一本なくなっていたそうだ。しかしこの鉄血と暴力の国では毒薬なんか使うようなやつは、あのうさんくささが服を着ているようなベルトモ様ぐらいか。なんかいろいろ、いるんだろうな。あ、落ちれるね、こっからね。まあいろいろいけるから、ね、ここにあるので、なんだかんだこんなん埋めていこうか。とりあえず後で絶対行くでしょ、こんなの。月あたりの谷前、月あたりの谷の前ってことか。そうだね。お、サソリバチ京都かい。あ、応援しよう。はい、頑張ってね。おサソリバチ、あ、いっぱいね。サソリバチは初だね。ドラクエ3にいたね、これはね。5匹出るんかい。まあいいや。1匹で結構経験値持ってたらいいよね、これね。今バージョン 5.1 まで配信されてるみたいだから、5のね、まあ通常の 5.1 かな。それは、終わってんのか。お、まあ一回ここ通ったところは次回ここ行くときに道中は全部カットしますので、っていうかもう飛んでいけるんでね。さすがにバージョン5になるといろんな人会いますね。他のプレイヤーさんね。自分配信専用サーバーの、しかも今夜中なんですよ、これリアルタイムね。やってんのが。
まあ、休みの日の前とかね、自分夜中とか結構ゲームしてますんで、それでもいるもんね、人ね。あ、これあれだ、バージョン4に似たやつだ。あ、マット・ファルコン、ベノム・ピード、そうだね、一回戦ったもんね、うん、マット・ファルコン。おっと、なんかいた、バーラック。あ、違うな、鬼小僧だこれ。待って、鬼小僧ってこのすごい、まあ、ドラクエ10で弱い感じのモンスターだったんだけど、まあ、それが今日で出てくるってことは、やっぱ他のこれの色違いとかの強モンスターもいるんだよね。ってことはもっと強いんだろうね。いるかもしれない、そういうのは。キャタピラー強とかいそうじゃない？あ、こっちだ。そのうち簡単にレベル上がっちゃうもんな。あんま上げないようにはしてんだけど。あったあったあった。まあ、いいや、こっちから。はい、あとは、はい、毒々しい色の花を咲かせた植物が生えている。僕は根っこごと優しく丁寧に引っこ抜いた。マカブトの根ね。はい、カブトってなんか危ねえよね、毒みたいな名前。鉄鉱石、これでまあ動き方的にこうだろうね。で、反対側のリシーの洞窟だっけ、そこに行けばいいんだろうね。ポッコさん、とりあえず元の姿に戻したいけど、やっぱ回ってなんかあんだろうな。まあ、バルニスタ要塞クエストって感じで、まあ、攻略開始が、まあ、次回ちょっとデスマスターなろうかな。それでやってみたいな、バージョン5は。なんかいろんなモンスターが使えるとか使えないとかそんな話は聞くんだけど、まあやってみてのお楽しみなんでね。まあ今ないないですよって聞いたところで頭に入ってこないので、実際やってみて、あ、こういう感じなんだってとね、で要領分かればね、言ってることも頭に入ってくるんで。お、いや、さっきの豪傑グマだね、ちょっとスルーしたけど。はい、ピッキー。おー、いろいろいるな、面白いな。だけど、見飽きるんだろうな、そのうち。ドラクエ10初めてやった時の、なんか、おー、みたいな感じだよね。5000持ってるってことは、これ元気玉使ったら1万もらえるってことだからね。まあいないかな、あとは。あ、なんかいろいろ行けそうな場所はあるけど。あ、ガメゴンロード、転生モンスターガメゴンレジェンドが出る可能性はあるんだろうな。マゴニアソウ。お、5に行かないと売ってないやつは、まあ、そこそこの値段やっぱしてほしいよね。だからある程度までいったら多分追いつくと思いますので、バージョン 5.1 とかね、今そこまで、あ、どこだ、そうね、追いつくだろうから、そしたらまた配信待ちですね。その間違うゲームとかやったりするんでね。それかフレンドさんとまあ遊ぼうって言ってるんで、まあ4日とかね。あ、お、あ、これだ。ピエン怖いよ。あ、横スルーしちゃった。いいの。あ、強そうな魔族様、助けてください。こいつら僕のこといじめてくるんです。バルディスタでは強さこそ全て。どうかあなたの力でねじ伏せてこいつらを追っ払ってませんか？はい。ありがとうございます。本当に本当にこいつらを追っ払ってくれる覚悟があるんですね。はい。あは、バカバカ騙されてやんの。こんなところまでのこのことやってきた。全くいいかもだぜ。行くぞ。ヒポキン、アッシュ。なんだそりゃ。くらえ、スラフラッシュ。か弱きスライムたち。
バカバカつってんな、お前さっき倒したか。ああマヌーションかかっちゃった、騙されちゃったらダメなの。分回しやったらどれかに当たるんだろう。え強くね、ちょっと待って、どういうことですか。おいおい勘弁して、マジかよ。あ、行ったのか、後に。マジかよ。強くね？何がかよわけもので嘘つけよ。こういう戦い方でね、追いかけ回されて、ちょっと待ってちょっと待って、マジか嘘ふざけんな、マジか倒せなくねえな、パーティーだな。天地雷鳴士入れっか。あ、そうだわ、ちょっと舐めてかかってましたね、自分が悪かったね、あれはね。まさかあそこまで強いと思わなかった。一応ね、天地雷鳴士さんね、ちょっと雇わせていただきたんですけど、あ、うるせえな。おめえみたいに弱そうなやつが俺様に話しかけんじゃねえよ。非弱い者いじめは楽しいな。お前も身ぐるみひっぺがしてやろうか。痛い目見る前にとっととせな。ピエン怖いよ。あ、お前また来たのか。バーカバーカ、カモが来やがったぞ。行くぞ、ヒポキン、アシュ。これ絶対食らうの、スラフラーシュって。これで、まあ、呼んでくれるだろうから。先にスライム攻撃しちゃったらまずかったんかな。横を倒すか。バーカバーカ、これでも暗い。なることないかな。ドメリー回り先行こう。連続ドルマドンとか意味わかんねえのって聞かんな、あれ。あ、寝てる。あ、寝てんの攻撃しちゃった。なんだよ。違う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 。これやっとこう。回復がいれば、なんとかなる。わー、マジかよ。いけるいけるいける、やっぱり。スライム一番強いんだね、あれ。
あー、やっぱりパーティー大事だよね。そう、なんだろう、いや別にね、もう敵によるんだよね、やっぱね。使えんスライムが。やっぱ底上げしないと無理だな。ちょっと修行の旅だね。倒した。か弱きじゃなくて嘘つけ。何がか弱いんだろう。魔界ではか弱いんかな。やだな、この先思いやられるな。こんな小さな体なのにスライドさんにはヒポキンと足二人がかりでも勝てねえんです。おお、そうなんだ。スライドさんはめちゃくちゃ強いです。そんなスライドさんより強いなんてお見それいたしやした。ひえ、許してください許してください。こんなにお強いと思わなかったんですよ。あ、こいつらは俺の射程です。俺の方が弱そうでいじめられてるように見えたでしょ。それも全部罠なんですわ。ここまでおびき寄せて油断させたところを騙し打ちって具合でね、騙し打ち一回されましたからね。あなた様も弱そう5本、見かけがそのゾッとばかり、危険に慣れてないご様子に見えたんで、出来心でつい金品の一つでももらっちゃおうかななんて一瞬考えただけなんですよ。ほんと一瞬っすよ。どうか許してくれますよね。ねえねえ、嫌だ。そんなもう二度と舐めたまねしませんから、この通りです。許してくれますよね。いえ。な、はい、はいはい。ありがとうございます。これからは姉さんって呼ばせてもらいます。俺の射程どもも姉さんの射程です。バルディスタにいるイザベスにもきつく言っとくんで、今回のことはほんとすいませんでした。いや、お前だよ、お前。ほんとにお前って言うわ。あ、これ、じゃあ、今回ここまでですね。で、ここも攻略したいんだけど、職業もあるし、他のクエストとかやっておけばレベル上がると思いますので、まずね、そうだね、天地、どうなんだろうな。まずここだね。これはこれで終わりだろう、多分。いや、あなた様、スライドさんから話は聞いています。騙して本当にすいませんでした。今回のことはどうかこれでチャラにしてください。はいはいはい。いいね、経験値。武断主義のバルディスタでは何よりも己の強さこそが物を言います。一見すると誰もスライドさんがあんなにお強いなんて思わないでしょ。びっくりした、連続ドラマドンで。だからたまにカモを見つけて小銭を稼ぐのはあたいたちなりに賢くこの世を生き抜く術なんですよ。へへ、あんだけ強ければね、いくらか。他にも方法はと思うけどね。はい。こう便箋屋じゃないんだね、これね。便箋屋クエストってないんか、じゃあ。これだ。お帰りなさい。マカブトソウの根っこを取ってきてくれたのね。そしたらこっちに渡してくれる？騙すわけじゃないだろうな、これも。なんかずっと騙されっぱなしですよね。あらやだ、あなた、何の対策もせずにそれ、そのまま取ってきたの。マカブトソウは危険な猛毒なのによく無事だったわね。もしかぶれてきたらお姉さんが優しく消毒してあげるからいつでも言ってね。それじゃあ称号の仕上げに入るわ。もう騙されたような感じだね、半分ね、これもね。言えよって感じだよね。ボイヤはマカブト草の根っこをすりつぶし、複数の薬を手際よく調合していった。完成ね。あとはロア先生に渡すだけなんだけど、私他にも仕事残ってるけどね。そうだ、あなたにお願いしちゃおう。今調合したものをこの薬箱に入れたから、バルディア山岳地帯の城壁にいるシャドウサタンのロア先生に届けてくれる？さっきも言った通り、すごく危険な猛毒も入ってるから気をつけて持って行ってね。はい。まあ、まだか。それだけちょっとやっちゃいますね。城壁はバルディスタ山岳地帯のちょうど中央、バルディスタ要塞を出てすぐ左にあるわ。それじゃよろしくね。さっき間違えて行った場所かな。ここか。あ、いた。
まったく貴重な薬を無断で持ち出すなんて迷惑な奴もいたもんだ。ん？お前俺に何か用か？はい。ああ、坊やに頼んどいた物だな。確かに受け取ったぜ。はい。毒々しい色の小瓶を取り出した。マカブト草の成分を抽出した毒薬だ。最近これを無断で持ち出したバカがいてな、足りなくなって困ってたところだ。この毒を剣や矢に塗って攻撃するんだ。体内に入ると痺れや呼吸困難などの症状を引き起こすから、敵を弱体化できるって寸法だ。毒とか罠とか回りくどい手はだいたいベルトロ様の発案でな。あの人はそういう作戦でどんどん戦果を上げて出世したんだ。だが先のアストルティア戦功の時はやけに消極的だったそうで、軍技の時もなぜか歯切れが悪かったらしい。本当に何を考えているのか読めない人だぜ。おっといけねえ、忘れるとこだった。あと2つ薬を届けないといけないが、目が離せない患者がいてここを離れられねえ。ちょうどいいからお前頼まれてくれ。薬箱に入っている薬をバルディスタ城塞にいる注文主にそれぞれ届けてきてくれ。終わったらボイヤに薬箱を返すのも忘れずにな。殺虫剤は居住地区のナルベ、痛み止めは城の門番エント、殺虫剤の方が使用期限が早いから先に届けてくれ。よろしくな。ナルベ、なんかニコニコしながら飛んでっけど、ボッコさん。いやー、魔界怖いな。魔界良いとこ一度はいると言われないよね。まあ、魔界は怖いとこ、まあ一度見るのもいいでしょう。ナルベ、お、あれだ、あ、これだね。もっと違う椅子があんのかい。ドワーフ毎日毎日体が痒くて困ってるのよ。ところであんたは私に何か言いたそうだけど。はい。ついに来たのね、最強の武器が。これで我が家に救う吸血幼虫どもを全部まとめてあの世に送ってくれるわ。あらいけない、興奮しすぎてつい荒ぶっちゃったわ。ストレス溜まりまくりの日々だったからね。吸血幼虫は布団に住み着く凶悪な害虫でね、噛まれると痒みが止まらなくなるの。これで私も夫も夜ゆっくり眠れるわ。私の夫はバルディスタ軍の兵士でアストルティア侵攻にも参加してたんだ。何者かの襲撃があってすぐ帰ってきたけどね。犯人は分かってないらしいけど、夫が出兵の時バルディスタ軍じゃ覚えのないやつを見たって言ってたわ。それが帰りにはいなかったらしいから、そいつが犯人の可能性が高いって話よ。きっと他国の陰謀に間違いないわね。はい。門番の円筒、あー、なるほど。あそこもちょうど行こうかなと思ってたので、で飛べるようにしておけばいいかね。はい、今回ここまでだね。これ終わって終わりましょう。ちょっと長かったかな。次回は、まあ、できることやろうか。はい。空気を抜くとやはり痛むな。だが、これ式の痛み、バルディスタ兵なら根性でなんとか。さあ、医者いらないっつのね、そんな根性でなんとかなったら。お本、なんだ貴様、私に何か用か？はい。これは、どんな痛みも消し去るという、ボイヤースペシャル。やっと届いたか。では、早速。エンタは大急ぎで痛み止めを口の中に放り込んだ。効く効く効く、腰の痛みが魔法みたいに消えてなくなっていく。アストルティア進行を準備を急いでいた時、慌てて大砲を倒し下敷きになって情けないことに腰をぐっきりやってしまった。あの進軍はとにかく急に決定してな。気味の悪い笑みを浮かべた道化師めいたやつがここを訪ねてきたのが始まりだった。あまりに不審なので応対したベルトラ様が追い返そうとしたところ、通りかかったヤイル様がそいつの話に興味を持ってな。まあ、いろんな登場人物出てくるね。まだ会ってないよね。アストルティアへの道が間もなく開くと道化師は言っていた。それは有益な情報だとヤイル様はバレリア様に取り継いだんだ。あの道化師が何者だったのかは分からんが、奴の顔を見た時に背筋が凍るような威圧感を覚えた。あれは何だったんだろうな。おっと、無駄話が過ぎた。配達ご苦労だったな。ボイヤ殿にくれぐれもよろしく伝えておいてくれ。はい。ということでね、あのピュージュだったよね。あれバージョン1から出てきてたんですけど、まあ人形を使ってね、まあ偽物を作ってんのかな。だからその偽物の中にもあれもしかしてっていうのがね、ちょっといるんだけど、それ何なんだろうなとか言ってたらね、まあ先は分かんないんですけど、それも。お帰りなさい、ロア先生ったら。あなたに仕事を押し付けたのね。困った人。それで配達は無事に終わったのかしら。はい。
あら、薬箱が空っぽ。ちゃんと配達できたみたいね。えらいえらい。それじゃあ私からご褒美あげちゃう。おい、やった。この国は戦争ばかりでしょ。そのおかげで怪我人もバンバン出るから、薬もガンガン売れてかなり儲かるのよね。一番のお得意様はベルトロ様。あの人すっごい飲んだくれだから、よく二日酔いの薬買いに来るの。その他にも、やたら胃薬とか風邪薬とかいろんな薬をたくさんお飲み求めなのよ。きっと病弱なのね。でも何回か子供用の薬を買っていくこともあったわ。もしかして隠し子がいるとか？飲んだくれで病弱で隠し子までいるなんて本当にどうしようもない人ね。あなたはそんな大人になっちゃダメよ。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回ね、まあちょっとね、やられまくりかもしれないので、この先。これでもきついので、まあ強くしようと思うべく、まあ職業1個増えればね、パッシブ振ってね、まあ底上げもできますんで、そういうとこを考えながらね、レベル上げながら攻略していきたいと思います。ドラゴンクエスト10バージョン5、最後までご視聴いただきありがとうございます。私のチャンネルでは、ドラゴンクエストのナンバリング、派生ゲームはもちろん、他にもレトロなゲーム、新作ゲーム、いろんなゲームに挑戦していってるチャンネルでございます。これからもいろいろなハードのゲームにも挑戦していきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。視聴者様方にも楽しんで見ていただければ幸いだと思っております。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、Twitter フォロー、ベルマークの通知登録などしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。